女流プロによるマージャンの大会である。2020年度より、マージャン、ウォッチプリンセスリーグから、現在の名称に変更された。スリアロチャンネルによる、女流リーグ戦。これまでもスリアロチャンネルの番組に出演してきた、最高位戦日本プロマージャン協会、日本プロマージャン協会、ルム、アサショウ連合ミュー所属選手が出場している。2017年に開催された、 シンデレラリーグの後となる2018年開幕。シンデレラリーグ2017では女流競合も若手も出場していたのに対してプリンセスリーグはタイトル経験者や各団体リーグ上位ランカーといった女流の競合のみが出場しマージャン界ナンバー1王女の座をかけて争われる。プリンセスリーグシンデレラリーグ共通の方式となっている予選全24選手を 三ブロック各八名に分け実施された。各グループ内で各節四に搬送を三節を実施。プレイオフまず、プレイオフ、ファーストとして、に搬送を実施。上位一名のみ、各ブロック三位選手が待つ、プレイオフセカンドに進出。プレイオフセカンドもに搬送を実施。上位二名が準決勝進出。準決勝準決勝進出者8名を2択に分け。 それぞれに搬送を実施。上位2名が決勝に進出。決勝4搬送を実施し、優勝者を決定する。ありがとうございます。